いちこです。今日は2023年9月24日日曜日です。高松の午前8時前の温度は25度で、予報は曇り時々晴れです。現在午後4時前、温度は29度、予報はやや曇りです。日中は風がありますが蒸し暑いです。動画は前回の続きからで、福岡町から松福町、片原町へと走っています。ここも過去幾度となく読み上げていますので、読み上げは前回の続きで、塩釜神社です。鎌倉時代の漢字の読みは翻訳がないとできません。翻訳を使ってもわからない漢字もあります。振り仮名もないため、多分ですがそのまま古文書を移したのでしょうか。それともこれをすんなり読める方がおられるのでしょうか。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。塩釜神社、出典フリー百科事典ウィキペディアより。かまど神社、かまど神社社殿、創建から中世。かまど神社は武三和地仏の主の神が東北を平定した際に、両神を先導した塩土王子の神がこの地に留まり、現地の人々に声援を教えたことに始まると伝えられる。公認11年、820年に先進された公認式の主税式では、かまど神を祀る領一万束と記載され、祭祀領一万束を国家から受けており、これが正史におけるかまど神社の初見と言われている。さらに延長5年、927年の延喜式の主税式においても祭祀料1万束を国家商税から受けている。延喜主税式によれば、当時の陸奥国の税収は60万3000束、かまど神社の他に国家から祭祀料を受けていた3社の祭祀料は、それぞれ伊豆の国三島社2000束、出羽の国築山大物伊見社2000束、淡路の国大和大国玉神社800束であった。これらと比較しても国家から特別の扱いを受けていたのは明白であるが、同式の神明帳にかまど神社の記載はない。また、近世に至るまで神海少女の記録もなく、式会社となったことと合わせて朝廷が一見矛盾するような扱いをなぜしたのか、その理由は分かっていない。宇田天皇の御代、仁和4年。888年に一代一度の砲兵として大神宝珠を使わすこととしたが、かまど神社へは勧進元年、1017年後、一条天皇即位の際に使わされている。長野軍祭館第6に初秋の式外神社神愛三浦将軍には、白川天皇御代に勅命を受けぼくった式外社の記述があるが、その中に、金足居延久2年12月三浦、笹越後の国春日府が両社、笹陸奥の国清釜道町会2社、同6年6月三浦、笹陸奥の国浮島釜道町会3が社の一文がある。清釜道が釜道の御字であるとすれば、勅命により三浦を受けた数少ない式会社の中でも、かまど神社は延久2年、1070年12月と延久6年、1074年6月の2回三浦を受けたことになる。中世。中世においては歴代の領主から崇敬された。前9年の役及び後3年の役を経て、藤原の清平が陸奥王領主に任ぜられると、陸奥国の支配権は奥州藤原氏のものとなった。文治2年。1186年4月28日付の高木星宛て、諸職安堵の下門や文治3年、1187年に、泉三郎中将より奉納された鉄塔は、かまど神社に対し奥州藤原氏が影響力と崇敬を寄せていたことを伺わせている。また、奥州藤原氏が文治5年、1189年に滅亡した後、鎌倉幕府が高木星に臨時祭り領田を設定するよう命じた建久4年、1193年3月7日付の文書には、一宮塩釜社の記述があり、鎌倉幕府からかまど神社が一宮と認識されていたことがわかる。加えて、文治6年、
1190年に奥州下校の将兵にかまど以下の人糧において狼藉をしない用命令が出されていることからも、鎌倉幕府がかまど神社を重く見ていたことがうかがえる。文治6年1190年、伊沢家景が源頼朝から陸奥留守職に任じられ、伊沢家景の子である家元の代より伊沢氏は留守姓を名乗るようになる。以後は留守氏が管理権を掌握し、神社の宮人を自らの家臣団として編成した。留守氏はまた塩釜神宮寺も支配した。神宮寺、別当寺とは神社を管理する寺院である。戦国時代の末に別当寺は法蓮寺に変わり、江戸時代も当社の別当であった。14世紀の南北朝内乱期に入ると、東北地方においても南朝型と北朝型に分かれて合戦が行われるようになり、ただ国府の政治的求心力は低下した。これにより留守氏も陸奥一国に対する行政権を失っていく。それに代わり陸奥国の武士の統率者となったのは室町幕府から派遣された奥州管領であった。奥州管領たちも竈門神社に数兄を寄せ、芝家兼が文和3年、南朝の元号では昌平9年、1354年に祈願状を奉納。芝忠持は文和5年、南朝の元号では昌平11年、1356年に、竈門神社の仮殿造営と馬一匹の奉賀を行うとともに祈願状を奉納している。同じく奥州管領の吉良貞常が延文5年、南朝の元号では昌平15年、1360年に鳥居造立、社頭造営、釜石地区法中、神明法院、大般若一部読唱、新行十万部読唱、三神楽禁寺などの律願を行い、さらに高木法を寄進している。応安8年、南朝の元号では天寿元年、1375年以前に編纂されたとされる浦部の宿根奥書の諸国一宮神明帳には、陸奥国の一宮は、竈門大明神と記されている。しかし、その後の室町期に編纂されたとする、大日本国一宮記では、陸奥国一宮は、筒子分け神社とされた。この後、近世においては主に大日本国一宮記が参照されたことから、竈門神社は、近世以降の一宮との認識が持たれることがあった。しかしながら、江戸時代初期の神道者立花光義が全国の一宮を参拝した際は、大日本国一宮記の類本である吉田一宮記と豊芦原一宮記を携帯して諸国を巡ったが、延宝6年1678年に竈門神社を訪れている。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2023年9月16日土曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。